開花する、天軸青遺族低速度撮影とは、高速度撮影とは逆に、カメラの回転速度を低くして、撮影するコマ数を24枚、秒より少なくして撮影する技法。一般的には、コマ落としなどと言われている。スピード感ある効果が出るため、決闘や戦闘のシーン、追跡のシーンなどで用いられることがある。牧野正弘は、 戦前の作品においてこの効果を出すために駒落としを好んで使った。シャッタースピードの調整が不十分な低速度撮影の場合、ちょこまかと動く不自然な動きになってしまうが、シャッタースピードを通常の撮影よりも遅く調節すれば、ほぼ通常撮影の時と同等の自然な感じが出せる。監視カメラの記憶容量を節約するために使われる場合もある。 コマ落としの場合には、回転速度はせいぜい半分程度までしか落とさないが、動きの遅いもの少ないものを撮影するために1秒間に1コマという非常に遅いスピードで撮影する技法もあり、これは一般的にはインターバル撮影や微速度撮影などと呼ばれ、コマ落としとは区別されている。インターバル撮影は、流れゆく雲や花の開花や昆虫の羽化、 街の人の流れを高速度で捉える際に用いられる。なお、古い映画において、コマ落としに似たようなちょこまかとした動きになることがあるが、映写速度の誤りが原因であり、撮影時と同じ本来のコマ数で映写すれば違和感のない映写が可能となる。これは、サイレント時代には18枚、秒で撮影されていたことによるもので、それを現在の映写機、 映写スピードで映写するとコマ落としのようになるためである。メディアを再生する雲と木々を映したシンプルなタイム、ラプス静止画をつないで動画に見せるものを特にタイムラプス写真という。例えば、スカイツリーの工事中の様子を定期的に撮って動画に、た作品等があり、動画共有サービス等で公開されている。タイムラプスの中で長い距離にわたる視点の移動が行われるものを ハイパーラプスという、ありがとうございます。